こんにちは、ガミくんです。今回はこのコンプレックス使ってみた。で、おで今回はこの横換します。で、ジュズマル昨日引く動画でちょっとやってみたいことがあるって言ってたじゃないですか。それがこれなんですよね。ジュズマルコンプレックス使ってみた。で、で、これ性能こんな感じなんですけど、まあ、多分ね、あの、察しのいい方ならきっと気づくと思うんですよ。ちょっと待って、これを。はい。はい。わかります?今何が起こったか。放電通るんですよね、実は。この、25万ぐらいが攻撃の通るラインなんで、今これ、遊撃でつけて21万で、あの、私気になります極みで、1.25 倍されて、25万を超えてるんですよね。だから、ドリアードとか、まあ、もろもろ他のキャラとかにも、放電が通るんですよ。だから今回はこれ利用したってこと。ほら。わかります？わかったか夏の乱気弾も通るから、ちょっとわかりにくいかもしんない。あの、じゃあなんで夏連れてきたんですかと言われると、あの、これあれ。HP が、コンプレックスの合計 HP、ちょっと、だね、なんかゲームの攻略サイトの名前っていうのがちょっとぼやかしない。ガーミーウィズで、ちょっと待って、これもだから、こう打って、はい。はい、どうだろう。いやーこれ放電飛んでないな。普通に倒してるだけになってる。だこで、合計 HP が1330だったんですよね。だから、まあ、これと照明合わせれば、多分、ボス1ワンパンいけるはず。で、これ以外のキャラだと、仮名とかもろもろつけてるのが、アラウィンだけな。今これ、あ、そうか、SS ダメ必要ないのか。じゃあ、はい。で、そこで1330だったから、まあこれ、なんだっけ、削った HP の100倍ダメージなんで、まあ大体これで1280万ぐらいで、まあ照明削って多分いい感じになるはずなんですけど、他のキャラだと多分そこまで削れないと思うんですよね。アロウィンでも調べてきたら1200万、ん ?12 万ちょっとぐらいだったんで、まだちょっと足りないんですよね。だから、まあ、ちょっと、夏連れてきてる。一番多分 HP 高いから、あれだけ鍛えてるからね。なんで、これで、これ放電通んないんだよ、今。で、これでこうなる。まあ、これでやっていきます。いや、これで夏の使い道も増えましたね。夏で蓬莱早くやってくださいよ、みたいなこと言ってる人も、まあ、コンプレックスだったなら、まあ、一旦ちょっと待とうかな、みたいな感じのことを思う人もきっと出てきて、はい、これで倒します。で、スイッチ起動して、いや、でも、ここで倒すとあれか。ここで倒すとよくない。なんでかっていうと、ジュズマル何もできないから。ジュズマル、別にスイッチ入れても何もできないからね。ちょっと待って、これは。はい。ちょっと削っていくだけにしようか。はい。他多分これ攻撃通らないよね。あ、そうだ。で、あと、なんだっけ。プレイバックガチャの確率動画。確率を、なんかいろいろ、なんか確率出してくれるサイト使ってなんか検証をしてみたみたいな感じの動画出したじゃないですか。あれのコメントで、なんか、久々に役に立つ動画を出しましたねみたいなことを言ってる人がいたんですよ。いや、いつも参考になってるでしょ。例えば、なんだろう、オーバーホール、悟空アルファ使ってみたで、これで、なんだっけ、悟空アルファ、どこで使うんだよ税も参考になりますねみたいなとか。あと、なんだっけ、適正いない人も、オーバーホール、カラミティジェーンと、ナナミ使ったら、攻略できますねとか。あと、マーリンで、蓬莱クリアできますねとか、いろいろやってることあるのに、なんでみんなその辺何も言わないのかな。はい。で、これで横間で下がっていって、はい。そういえば、これやってて思ったんですけど、多分、アンチブロックなし攻略もね、ジュズマルのおかげでおそらくできると思うんですよね。なんだっけ、あれ使って、名前出てこない。あれ。夏か、ジンか。夏かジン使ったら、追撃も、ブロックの中にいる敵も追撃で倒してくれるんで、おそらくいけると思うんですよね。まあ、それか、ちま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 、放電で削っていいか。その辺やったらいける気がする。ちょ、待って、これ、いける？ゲージ切って、はい。で、多分この間で、はい、スイッチ決まりました。多分これで倒せるでしょ。はい。で、これ当たらなくても最後追撃があるんで、おしよし倒した。で、HP ほぼ満タンから、ジュズマル撃てるね。で、これで倒します。で、とても参考になります動画ね。これ、5回目ぐらいでできてるから、まあ、コンプレックス勝てない人は、夏とこの辺組み合わせて、とても参考になりますね、みたいな。はい。もうこれ、いけるかんね。はい。はい。どうだろう？いけるこれ。いや、これでいけなかったらちょっと詐欺よ。どう？おぉほら、お手軽いって、お手軽いって、いや、もうお手軽ですね。夏と、ジュズマルの組み合わせはとても抜群みたいな。ちなみに、
初撃8倍らしいんで、なんか人のコメントの動画のコメント見てた。初撃8倍らしいから多分あれでも使えるはず。パワーアップを。それじゃあ初撃8倍パワー見ていこうと思います。まあ多分攻撃力がそんなに高いキャラじゃないんで、そんなすごいダメージ叩き出すかと言われるとちょっとわかんないけど。で、地雷も踏むから HP0 だしね。はい。いやー、やっぱ地雷も持ってないし、やべ、これわかんのかな、初撃8倍の意味わかるかな、これ。まあ多分まともなとこだったら今のちょっとに加えて、あれね、いや、これは売り上げ下がるかもしれない。ちょっとごめんなさい。